はい、皆さんこんにちは。というわけでございまして、今回もですね、未解決事件、紹介考察ラジオと題しまして、事件をですね紹介したいなというふうに思っております。今回はですね、1977年昭和52年の1月4日からですね2月の半ばまで、東京大阪で起こった無差別殺人事件ですね、俗に言うですね青酸コーラ無差別殺人事件を紹介したいなというふうに思っております。青酸ソーダ入りのですねコカ・コーラを飲んだ会社員らが死亡した毒入りコーラ事件とも呼ばれる。犯人がですね逮捕に至らないまま1992年平成4年1月に公訴時効が設立し未解決事件となった事件でございます。こちらですね、かなりですねこう犠牲者の方が出ているわけですけども、第一の事件というのがですね1977年1月3日午後11時半頃にですね東海道新幹線の列車食堂でアルバイトをしていた男子高校生当時16歳がですねアルバイト先から社宅へ、宿舎ですね宿舎へ戻る途中、品川駅近くの品川スポーツランド正面にある公衆電話に置かれていた一見すると未開封に見えるコカ・コーラを拾い宿舎へ持ち帰った。翌4日のですね、午前1時過ぎに飲んだところ男子高校生は異様な味を感じすぐ吐き出し水道水で口をすすいだが突然倒れてしまった。男子高校生は意識不明の重体となり、直ちに病院に運ばれ胃の洗浄そして救命処置が行われたが間もなく死亡。死因は青酸中毒ということだったということですね。で、第二の事件っていうのがですね同月の4日、午前8時15分頃先述したですね先ほど紹介した男子高校生がコーラを拾った電話ボックスから第一京浜を600メートル北に行った歩道でですね作業員当時46歳が倒れているのが発見されたと。こちらも病院に運ばれたが死亡が確認された。死因は第一の事件と同様に青酸中毒であったと。男性が倒れていた場所の近くには男性が回線したと見られる、コーラの瓶が発見され残っていたコーラから青酸反応が検出されたと。警察が周辺を捜索したところ同日午前0時ごろ作業員がコーラを拾った電話ボックスから600メートル離れた品川区にある商店の赤電話に青酸入りのコーラが置かれているのを発見。それ以前にその商店の息子が用事で出かけている際にコーラを発見したが用事の後に飲もうと思いそのまま出かけてしまったため間一髪で難を逃れている。彼がコーラに毒物が入っていたことを知ったのは用事から帰宅した時に警察官が来訪していたためだったと。警察はですね一連の事件を受け同一犯の可能性が高いとみてコーラが人気である若者世代や生産化合物を入手しやすい塗装業加工業者を当たったが物証に乏しく犯人犯行を特定できず事件は謎を多く残したまま、92年ですね平成4年1月4日午前0時をもって公訴時効となったということですね。この事件まだ被害者の方がいらっしゃいまして第3の事件っていうのが東京の事件から約1ヶ月後のですね、2月13日午前6時20分頃にですね今度は大阪府のですね藤井寺市に住む会社員の男性当時39歳が出勤途中にタバコを買うために立ち寄った酒屋の公衆電話に中身の入ったコーラの瓶が置かれているのを発見。同僚に止められたが大丈夫と明言し飲んだところ突然意識不明に陥り病院に運ばれたと。男性が飲んだコーラの瓶から青酸反応が検出。男性は一命を取り留めたが入院した翌日に自宅でガス自殺をしたと。遺書はなかったが死の直前には家族などに
東京の事件を知っていたのにこのような事態になって世間に顔向けができないと漏らしていたという。また誰もコーラを飲んだ場面を見ていない、男性に出た症状は生産中毒特有の症状がなかったとの報道もあったと。こちらの方は謎となっているわけですね。で、第4の事件っていうのはちょっとハテナマークがついておって、翌日の2月14日東京駅のですね、地下街でですね、会社員の男性当時43歳が階段のところにチョコレート40箱入りの紙袋が置かれているのを発見。男性は一連の生産コーラ事件からこのチョコレートにはもしやと疑い警察に届けた。当初警察では遺失物、扱いされた、が落とし主が出てこないため製造者に返却。製造者がこれを調べたところ製造番号が破り取られていたことから不審に思い研究所で調べたところ生産化合物が検出されたということですね。無差別殺人事件として捜査を、したんですけども、この件についても犯人の逮捕にはできなかった。またこのチョコレートの箱には、怒れるに醜い日本人に天誅を下すというね、カタカナで記されたゴム印がね、脅迫状らしいものが送付されていたと。この事件という第1、第3の事件とはの関連性は不明。第5の事件というのが同じく14日ですね、東京駅の隣駅にある神田駅のトイレでチョコレートを拾った男性がいて、彼は電車に乗るとこれを食べたが意識不明となって秋葉原駅から救急車で病院に搬送、病院では食中毒と診断されたと。幸いにも命に関わるようなものはなく本人は意識が戻り翌日には退院していると。当時これは同じ日に神田で発生した生産チョコレート事件と関連がないと思われていた。ただの食中毒という診断だったために警察への届けでもなかった。しかし翌年になって神田の話が捜査員の耳に入り拾った本人から提出されたチョコレートを分析したところ微量の生産ナトリウムが、検出されたということですね。はい。で、第6、第7っていうのも東京で起こっています。2件のチョコレート事件を受け、警察が改めて捜査したところ2月の14日以前にもチョコレートの入ったバッグが東京駅に置かれているとのを見たという複数の証言があった。これらのチョコレートを置いたのは同一人物で、コーラに生産を入れた、犯人である可能性が高いと言われたが真相は判明していない。なおこのチョコレートについて詳細は不明ということですね。これでですね事件の影響がありまして、当時はまだ250ミリのですねリターナル、プルボトルの、自動販売機による販売は珍しくなかったが、この事件を契機に急速に数を減らし有人店でのセルフサービスとして、数える程度が残ったと。飲料製品の改良ということで、缶入りの飲料はですね一度上げると申せなくなるプルトップ式の構造へと変更されたと。まあプルトップっていうのがね今の方々はご存じないと思うんですけども、カシュッとね、線を抜くみたいな感じであったんですよね。そういった 250mm または350mm のストレート缶のですね、自動販売機が主流となったと。B の飲料も一度開封すると封印のためリング状の、部分がちぎれて落ちることで開封の有無が判別できる構造スクリューキャップボトルが採用されたということですね。このですね事件を受けて、この本事件の8年後になる1985年昭和60年にはですね本事件を類似したパラコート連続毒殺事件というのが発生したと。同様の手口によって13名の方が死亡したということですね。
また、2019年平成、令和元年ですね、令和元年にも同じく劇物の、パロコートが缶ビールに、混入される事件が起きたが、購入者が飲む前に異変を感じ、発見したことで被害は免れたという。これですね、今まあウィキをね、読んでっていう感じなんですけども、この無差別の事件っていうのって、まあ他で言うとね、有名なところで言うと、これも未解決なんですけども、あのグリコ森永事件っていうのが自分の子供の頃にですね起こりまして、そのグリコ製品、そして森永製品のですね、お菓子というものが一切店頭にね、スーパーとかの店頭に並ばないという異常な光景っていうのを目にしてて、でスーパーでそういうお菓子を買うっていうのの恐怖感っていうのがすごく子どもの頃にですねあった記憶があります。まあそのグリコ森永事件っていうのは、まあ調べたらね皆さんわかると思うんですけども、まあ脅迫だったりとか、その当時のね江崎グリコの社長をね誘拐したりとか、いろんなこうものがですねこう折り重なってということになってて、こちらも未解決で犯人は検挙されてないんですよね。先ほどのパラコード事件も犯人検挙されていないと。で今回のこの青酸コーラ無差別殺人事件っていうのももちろん犯人が検挙されていないという。これね、あの当時のね、まあ今ではまあ普通にねコーラが置いてあるとかって、それを持ち帰って飲むなんていうことってなかなかしないと思うんですけども、当時のまあ時代背景としてそういうものにね注意っていうか、あまり疑いを持ってなかった方々が多かったんではないのかなっていうふうに思ったりはします。しかしね、これその犯人が何の目的だったのかっていうのと、この第1から第7の事件っていうのが全て関連があったのかどうなのか、まあ第1から第3の事件っていうのは関連があったというふうに書かれてはいるんですけども、第4から第7の事件っていうのは、まあ、模倣犯だったのかどうだったのかということですね。そのコーラという飲み物からチョコレートに変わっているわけですよね。だからこの辺が犯人がね、別の人だったのかどうだったのか、こちらの方もね結局未解決になっているの で、しかもね控訴時効がね、もうね時効になっているので、まあ、犯人の検挙っていうのはできないわけですけども、この事件をね題材にした作品っていうのが当時たくさんあったという感じでもございます。漫画とかね、小説、舞台、ドラマなどでですね、いろんなところでこの事件をね関連した、作品というのがあったということですね。これ何の目的だったんでしょうね、この無差別で。そのもし犯人だとしたら、この現場の近くで監視してて、その被害者になった方がその缶を持ち帰ったとか、そのチョコレートを手にしたっていうのを目撃してっていうところまで見てるんじゃないのかなって思ったりはするんですけど、でももう誰か拾うだろうっていう感じでポッて置いたのか、そこもね、その結局動機も全てわからないわけですよね。なのでこれは一体何の目的だったのかっていうのがすごい怖い事件ですよね。まあ今このね、今の世の中だと時代がねだいぶ違うので、いろんなところにね、まあ監視カメラだったりとかっていうのがあるのでなかなか難しいのかなと思うんですけど、似たような事件が2019年のね令和元年にも起きたということなので、これはね非常に怖いですよね。そしてこの青酸のね、青酸化合物だったりとか、先ほどのねパラコートっていうのは農薬に使われているものなんですけども、そういうものがね簡単に手に入る、まあ職業の方々だったりとか、それともまあそれをね盗んで
使ったとかいろいろ考えられると思うんですけども、なかなかこういうのをね、まあ無差別で置くわけですから、まあ、警察の方々もね、そのことが起こってからしか動けないっていうところもあってっていうのがすごく怖い部分ではありますよね。まあ自分としてはそのパラコート事件の方も紹介しようかなって思ったんですけども、まあね、結局最初にね起こったと言われるこの青酸コーラ殺人事件の方を今日お話しさせていただきました。まあ皆さんはねこう拾って食べたりとかっていうのはもちろんしないと思うんですけども、なんか子供とかがねもしね何気なく悪気なくね、そういうものをこう拾ってね食べたりとか飲んだりとかっていうことがないことを祈るのみですね。はい、今回はたくさんのね、犠牲者の方が出てる事件でございますが、今回ちょっとね、ちょっとこう未解決事件の中でもかなり謎が多いちょっと怖い、かなりね怖い無差別事件でございました。もしかしたら自分がね、明日もしかしたら被害者になるかもしれないということもありますので、皆さんもねぜひ注意していただきたいなというふうに思っております。はい、というわけで今回はこの辺で失礼したいと思います。また次回ご覧いただけたらというふうに思っております。